酒ちゃんは相変わらずのね、いいね。でもね、貫いてほしいね、酒ちゃんには。磯姫ね、今大丈夫じゃないの。大丈夫じゃないの。なんか私、実は、怪我しちゃって。怪我してるの。そう、今ね、首にね。あれ、何分経って気がつくんだよ。そう、小千ちゃん何も気づかないよね。うん、見てないんだよ、いつも。ね、ほんとひどい。もっと見てよ、小千ちゃん。それ何、おしゃれ。違うよ、なんか首にコルセットっていうの、これ。うん、あの、首長くしたい。首長族みたいなね。うん、それはめてると長くなってくるっていう。そうだと思った。ムチ打ちのやつ。あの、事故とかじゃないんですよ、じゃないんですけど、首と肩をちょっとあることで痛めてしまって、で、もう首が昨日ね、縦にできなかったの。ずっと横に傾いたままで。あら。そうで、接骨院に行って、初めてつぼ押しっていう、あの注射の針みたいなの、を押されて、えらい痛かったです。痛かったけど聞いた。いや、もう、はい、やっと縦になることができて。あら。でもね、全然ダメなの。首がちゃんとなんなくて、実は私明日、あの聖火の、セレブレーション式のパフォーマンスやるんですよ。どうするの。そうなんですよ。だから昨日一回も練習に参加できなくて。あら。こんな本番直前に私怪我をしたんです。それをしたまんまするの。できないですよね。だから本番はアドレナリンが出て、なんかできたらいいなって思うんですけど。それで余計悪くしちゃうとね、やっぱ断れないか。いや、出ます出ます。すか。出るけど。体を張って。昨日はみんなに迷惑かけちゃって、ねえ、大丈夫かな。俺も首のコルセット3つぐらい持ってるよ。あ、そうなの。もう首やっとくっついてるんだよ今。え、そうなん。小千ちゃんも何かあったの。全部交通事故。あ、そうだったんだ。はい。そっか。そうなの。なるべく頭が重くならないように気をつけてるんだけどね。頭がね、太らないようにというか、言い方を変えると。いや、でも首痛めると、頭ってこんな重かったんだなっていう。そうなんだよ。すごい感じました。首って華奢な骨の上にね、でっかい頭が乗っかってるんでね。ね、大切ですね。わあ、ごめんね、気がつ。いやいやいや、別に言うことではないので。ひどいやつ、ひどいじじいだって言われてもしょうがないよ。だから笑うと痛いから笑わせないで。もう何十分経ってるん、ここで。もうあと残り30分。一回も見てなかった。あーちゃんの全身を見てね、小千ちゃんね。いや、でもね、事故とかではないのであれなんですけどね、あの、明日頑張りたいと思いますね。まあ大事にしてね。はい、はい、お大事にしますね。それではまた40分台でお会いしましょう。